ヨハネ！っていうか、何冷静に服を選んでいるのよ。どうしよう、どうしよう。この漆黒のブラウス、十字架のトップス、あるいはこのマンダラって、マンダラ立てんし関係ないし。ちょっと、あなたも手伝って。このブラウスとトップス、どっちがいいと思う？あなた、私の話聞いてた？マンダラは立てんし関係ないじゃない。ルビーがプレゼントしてくれたのよ。私が好きそうだからって。嬉しいけど、これは好きとか好きじゃないっていう問題じゃないの。方向性が違うのよ。ああ、決められないわ。どうしよう。これでも、これ普通じゃない？本当？やめて。そんなことを言うのは、私を動揺させないで。あなた、まさかそれ天然で言ってるの？天然に勝るものなし。乾杯よ。このヨハネに膝をつかせるとは。褒めて遣わす。今日はあなたの言う通り、この服にするわ。このブラウスとトップス、どっちがいいと思う？何よ、その毒にも薬にもならないアドバイスは。ちゃんと考えてよ。もう、さすがヨハネのリトルデーモン、主人に対する礼をわきまえている。でも今はあなたに決めてほしいの。